企業は歴史的転換期を迎えている。人的資本を最大化するためにはキャリア自立マネジメントが欠かせません。組織と個人の関係性をより良いものにしていく考え方です。今回皆さんにぜひ知っていただきたいのがプロティアンという考え方になります。自ら主体的にキャリア形成をしながらキャリアオーナーシップを持っていく働き方です。時価総額トップ20の企業の今6割から7割の企業さんにはプロティアンキャリアを伝えに行ってます。タレントマネジメントというのは科学的人事という言葉を使っていますけども、データに基づいてさまざまな意思決定をよりクリエイティブに行っていくと、人的資本と言われている時代をですね、勝ち抜く競争優位になるというふうに考えております。今チームに蔓延している誤解をですね、できる限り減らし、チーム主体のエンゲージメント向上サイクルをいかに回しながら気づくを得ていくことが、エンゲージメントを育むためのポイントというところでございます。社員の方々がキャリアを一人一人育っていく、その先に生産性や競争力が高まっていく組織をぜひ作り上げていってください。